にちは、十字号のむーちゃん、さくさん、そしてデッキミュージアムの館長で構築のマエストロのペリです。ゲームマスター。はい、ということで、はい、明日、まあなんとね、はい、デュエペリの最新弾が出るということで、グレートディスティニー希望の双子ということで、お早速、はい、明日登場する新パックのカードを使ったデッキを組んできました。しかもやばいっすよ、もうついに来ましたっていうカードです。はい、もうここにね、パックも用意してあるんですけど、こちらホワイトゼニスパックに登場してるここのバキです。バキバキ、そう、これがついに来たんですよね。ついにデュエペリに、もうデュエペリに来たということで、はい、もう早速ね、僕組んできました。わー、すごそうですね。はい、もう当時のバキのね、もう記憶が蘇るかのようにね、はい、もう使っててめちゃくちゃ楽しいカードだったんで、はい、本当に当時触ってた方はマジで組んでほしいです。はい、ということで早速対戦の方移っていきましょう。いやー、さあどうかな。先行もらっていきました。取られた。お互いね、今回新しいスキンを使っております。はい、はい、僕の方が、いつもデュエペルのパックを開けるときに、うん、なんかいつもいかがですかみたいな、はい、言ってる子がいるんですけど、かわいい。はい、かすみさんがね、ついに実装されたということで、すごい。こちらはこちらはあれですね、ベートーベンなんですけども、大きすぎて収まりきってないですよ。そう、表示がなんか、めっちゃさ、俺のと対照的だよね。ゴツゴツのなるほど。じゃあここは眼力インディゴカイザーをチャージします。おー、いや、ちょっとブーストから引けなかったな。あ、お互いちょっとそうです、ね、遅い姿ですね。まあチャージするか。オニマルヘッドチャージします。あー、先に動かれたか。動いていきたい。うん、いや、ここは、またオニマルヘッドチャージして、うん、新カードですね、フェアリーシャワーということで、こちらシークレットバージョン使わせてもらってます。お、1枚手札で1枚マナということで、今回しかも闇マナまで入ってます。おー、フェアリーシャワーもね、ついに来たかって感じのカードなんですよね。お、当時はもうめちゃくちゃ使われてましたね。わ、なるべくマナを伸ばしたい。お互いもうこれマナ伸ばし勝負ですよね。そうですね。じゃあこれは眼力置いて、いや、じゃあ、まあ、マナ伸ばし勝負ということでね、僕もじゃあこれで、ね、流星ホールで四つ牙出しながら、ブーストします。うわー、強い。さあ、先にどっちが到達するか。これをあれしたいかな。あ、帰ってくるか。はい、さすがに許されないよな。これは四つ牙ね、通っちゃうと、うん、そうですね、もう一気に毎ターン毎ターンブーストされちゃうんで、まあ、早めに取るのが吉ですね。はいはい、あ、まだ追い抜かれちゃった。お、よし、いいぞ、いい感じ。いや、追い抜かれたのちょっと厳しいな。これはじゃあファンクをマナチャージして4マナで、こちらも吸い込まれる。うわぁ、そっか。これはガチンコルーレット手札に変えます。で、手札に戻せるんだけど、まあ邪魔だし戻しとくか。戻して、で、このままガチンコルーレットを唱えます。お、1枚ブーストしてガチンコジャッジをします。あ、負けていく。負けていく。いや、もう最悪だ。そう、ガチンコジャッジ勝ったらね、手札に戻ってきたんですけど、うん、なんだと、マジで。これは、こっちに行きたい。
準備を進めるか。やばい。進めるか。エレガンスはやばい。お、エレガン。いや、俺持ってるな。お、お、いや、俺持ってるな、これはちょっと。何？ランディキンディゴフェザーマナチャージして、これはね、最強カード。うわー、ヒルヘルム持ってますね。持ってますね、これ一体破壊してマナからもね、1枚破壊できるということで、あ、これピクシーライフとかから回収されるのもあって考えたら、あー、マナだよな、マナだよな、潰してるのはマナだよな。よしよしよし、順調順調。さあ、ここはでも、でもゼニス出てくるターンではあるから頼むよ。自分的にはこっちにしたいけど、自分的にはこっちにしたい。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、頼む、引け、もう一回引き直せ。引けない、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 うわマジか。うわ、手札1枚の方が良かった、5枚もいらなかった。よしよし、良かったっぽい、良かったっぽいぞ。やばい、持ってるのは俺だけじゃない。さあ、ピルヘルメね、墓地にカードが置かれるたびにブーストできますので、うん、ブーストしましたけど、いやー、そっか、いや、もうバキ出るとこだったのに。危なかった、危なかった。いや、でもバキの夢捨てきれないから、フェアリーシャワー来い。いやー、さすがにそんなわけいかないか。1枚手札、1枚マナということで、だってもう次そっち全然ゼニス出れるターンだもんな。そうですね。いや、ならまあもう一回ビルヘルムかな。バトマナをね、潰していきましょう。マナはまあ結構何でも良さげなのかな、これ。ハングリーエレガンスからん、でも、あ、でもこれなんかシャーロック光マナ1枚しかないから削っとこう。で、これブーストブーストっすよ、ね、もうめちゃくちゃブーストされます。やばい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 、4マナ残ってる、打っちゃうか、これ吸い込む。おすごい、吸い込む、打っちゃって、すごい、ああ、これでいいか。もう一回吸い込むで、吸い込む持ってきといて、これでターンエンド。いやー、ビルヘルムでかい。もう、まあ、最悪もうビルヘルムで殴ります。あれ、なるほど。こっちのマナの数やばいな、19マナすからね、すごいですね。何でも出せますよ、これ。本当にこの取れていない。そんなに人するのが全部いなくなったから。いや、やっぱビルヘルムやな。いや、まあ、でもトワリー強っ。監督か。はいはいはい。じゃあ、やばいやばい。でもこんだけ、このテンションはやばい。出てきそう。これ吸い込むなるで。やばいやばい、来そう。もうそろそろ来ちゃう。ギャー。一旦そのトアの流星カイザーをバウンスして、いやでもね、これ、いや、ピクシーライフ唱えて、うわあ、取りに行く。これね、回収しに行くんですけど、あの山札をね、結構吸い込むで見てるんですよ。あ、で、見てる感じ、ガチンコジャッジはなんか最高で5とかな気がするから、あの、試行回数で勝ちます。頼む、なるほど、5回。あ、やばい、やばい、やばいほど来てる。頼む、あ、やばい、やばい、待って、あと3回。あ、オーケー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 、もう1回だけど、勝て、あ、よし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 、ラスト1回、ラスト1回、頼む、オーケーオーケーオーケー、2回勝った、2回勝ったら十分だ。うわ、やばいやばい。これはオニマルヘッドと手札からトワの流星カイザー出すか。あー、オッケーオッケーオッケー。え、これは、これオニマルヘッドから殴って勝てるのかな、ガチンコジャッジ。ガチンコジャッジ、ガチンコジャッジ、なんかこれオニマルヘッドから言って勝てる気しないんで。あの、これ戦略的バキから3枚トリプルベレークでいきましょう。戦略的バキから、さあ、何を組む、あ、吸い込まない、オッケーオッケーオッケー。タイムロスか、明日のこと考えるか。4体処理しないといけないですからね。やばいね。いや、これオニマルヘッドからいかなくてよかった。
趣味。あ、そっか。でもじゃない。どうなんでしょう。こっちかな。こっちかな。こっちかな。はいはいはい。まあそうだよね。何エクストラ取られると思う。で、これはじゃあトアの流星カイザーダブルブレイク。頼む。通ってくれ。2枚はいけんだろ。おっしゃー。ギリフレーム大陸さんだっけ。いやー、よかった。綺麗に綺麗にやられた。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで対戦が終わったんですけども、はい、やっぱバキっすよ。バキですね。強いですね。いや、そうなんですよ。いや、ガチンコダッチあんだけ山札ちょっとコスト低かったのに、はい、やっぱ5回やったら何回か勝つだろうと。そうだ、確かに。しかも2回でも勝負決められる、うん、そうなんですよ。強いですね、本当にね。5回勝っちゃうこともありえるようなカードで、うん、まあ、ハンターをボーンって並べて、うん、まあ、殴り勝つことができると。で、今回は闇文明を採用した、まあ、昔だったら黒バキって言われてたんですけど、うん、はい、まあ、闇バキをね持ってきました。はい、まあ、こちらの特徴としては、はい、まあ、やっぱめちゃくちゃ活躍したビルヘルムを採用することができたりだとか、 あとはガチンコジョーカーっていうカードがあって、はい、このカードは6マナで、まあ、取られたら相手の手札をランダムに2枚破壊するんですよね。おー。で、ガチンコジャッジで勝ったら手札に変わりますと。おー。いうことで、だからブーストブーストジョーカー2ハンデス、ジャッジ勝ったらもう一回手札に変わるから次のターンもはいって言って、まあ、なんか実質ロストソウルみたいな、なるほど、そういう感じの動きができるカードで、まあ、結構当時からちゃんと入ってたんですよね。うんうんうん、それでなんか今回プールを見て、あ、ジョーカーあるなら入れようと思って、まあ、入れてきました。で、まあ、やっぱファンクを取れるのもすごい強みだなと思ってて、はい、あの 4C メンチキルゾーとか、うん、ああいう敵タイプとかに対してもこのファンクを出すことで一旦もらえるっていうのが、うん、まあ、前回のね、あのルドルフ天文の時も紹介したんですけど、はい、まあ、そういう感じで、まあ、闇文明をここの3種類で、まあ、9枚取りながら、うん、まあ、バキにつなげていくという敵タイプです。で、やっぱりこのバキを使う上で、まあ、今回採用されたこのフェアリーシャワーっていうカードがあるんですけど、はいはい、このカードつなぎとしてめちゃくちゃ優秀じゃなかったですか。はい、4マナで唱えて2枚見て1枚マナ1枚手札って、うん、なんかまあデトダムみたいな、うん、ちょっとデトダムミニデトダムみたいな動きができて、うん、はい、面白いし、まあ、やっぱシールトリガーも持ってるので、うん、結構縦から踏んでも強いという感じでね、まあ、このフェアリーシャワー4枚しっかり採用しております。はい、で、まあ、今回ね出せなかったんですけど、はい、眼力インディゴカイザーってカードがあって、はい、こちらはね7コストで、まあ、相手がクリーチャーを召喚したり呪文を唱えた時にもうそこからアタックもブロックもダメだよっていう、まあ、結構ロック性能の高いカードなんですけど、はい、こいつもねちゃんとハンターを持っているので、バキからガチンコジャッジ買ったら出せるんですよ。おお。なのでバキを出しました、ガチンコジャッジ例えば1回とかしか勝てなくて、はい、やばい返し負けるかもみたいな、鬼丸ヘッドで行くのはちょっとリスキーだなって時に、じゃあ眼力で一旦もらおうみたいな、そういうことが、ね、できるカードで、まあ、結構早いデッキとかに対しては、まあ、ブーストシャワーとかからつなげて眼力引力カイザーポンって置いたら結構ターンもらえちゃったりするので、うん、まあ、そういう感じで使いやすいカードなので今回は3枚採用しております。はい、今回ね僕この闇バキを紹介したんですけど、はい、まあ、結構他にもいろんな色で組めるデッキで、例えば非自然水の3色で組んだりとか、はい、速度重視で組んだりとか、あとは光を入れてホワイトグリーンホールとかを入れて、はい、まあ、受けが結構ガチガチで、うん、その受けながら、まあ、11マナにつなげてバキを出して一気にフィニッシュみたいな感じのデッキもやっぱ当時流行ってたので、はい、まあ、明日リリースなので、はい、まあ、これからねどんないろんなバキがねこう生まれていくのかが楽しみですよね。はい、はい、ということで今回のねデッキミュージアムもこれで終わりなんですけども、はい、まあ、告知がありますと、はい、第19弾カードパックリリースキャンペーンということで、まあ、明日のメンテナンス終了後ログインすることで、はい、グレートデスティニーのパックチケットがちゃんともらえます。はい、やったー。パックチケットが15枚と、あとスーパーレア以上確定チケットが1枚ということで、うん、バキがこのまま手に入る可能性もありますということで、はい、いやもうぜひねちょっとビリヘムなりバキなりね当ててもらいたいなと思います。はい、ぜひやってみてください。はい、ということでこの動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてコミュニティにはアンケートなどもあるのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジルマスターズプレイス、バイバイ、また見てね。どうも、今美香です。なちゃんです。ということで今回ですね、デュエチューブの公式 EC サイト、デュエチューブショップの商品の再販がスタートいたしました。
速ラインナップ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら DTube T シャツ。DTube のロゴがドーンと入っております。はい、これ私も着てるんですけども、はい、シンプルで可愛い。はい、こちら3サイズ展開となっておりまして、僕が XL を着ていまして、こちらが L サイズ、そしてむーちゃんには M サイズを着てもらってます。はい、続いてはこちら、はい、DTube スポーツタオル。こちら思ってたより大きいです。大きいです。バスタオルくらいにも使えそうです。はい、 DTube のロゴがドーンと印刷されておりまして、はい、後ろが黄色になっております。ジュエマカラーです。そしてこちら DTube プレマット。はい、はい、こちらですね、沖津先生の描いた出演者5人のイラストも入っております。かわいい。そして結構大きめのサイズですね。そうですね、使いやすいサイズになっております。はい、そして最後はこちら、じゃん、 DTube スリーブ。こちら64枚になっております。ということはオリジナルでもアドバンスでも使えますね。はい、その通り。さらにですね、今回歳末感謝キャンペーンといたしまして、4950円以上お買い上げの皆様にこちら、じゃん、DTube ステッカーを1枚プレゼントいたします。そしてですね、さらに1万円以上お買い上げの皆様にこちら、 DTube ステッカー3枚をプレゼントいたします。さらに送料無料でお届けさせていただきます。お得。はい、ということで DTube ショップ再販開始いたしましたので、ぜひ概要欄をご覧ください。ほなまた。